連政会は中華民国の政治家。自画、声会であり、本名は不明。上海法政学校を卒業後に日本へ留学し、早稲田大学政治経済学科で学んだ。日本滞在中の中国の同盟に参加しました。1913年彼は孫文大統領側で働いていました。1915年12月、中華革命党関東支部総務課課長に、 任命されている。1917年に帰国し、同年11月に、五方軍政府院委,委局局長となった。軍政府が解組されると、代理院系には初期官庁に移っている。1923年3月に関東、大本水府秘書、1925年9月に、関東省政府秘書どころ、主任秘書、1926年1月に、甲州で、 民国政府秘書長と歴任した。同年11月、公衆国民政府で交通部秘書長に起用され、翌1927年10月には南京国民政府で秘書長に抜擢された。1928年10月から1927年10月、国民党中央特別委員会の事務局長として、1928年10月、 鉄道部政務次長に移り、1931年6月からは、鉄道部部長処理を半年間務めている。その後は、全国経済委員会委員に転じ、1935年1月、立法院立法委員となり、後に、中央政治委員会交通専門委員会委員も務めている。立法委員在任中の1947年に、死去、去年63、 書道、シールのカッティング。鉄道入門の著者、意思純粋な言葉。ありがとうございます。